男走るよハムタツ。マブハイナビマニチャンネルのわーちゃんです。車酔いをしながらここに着きました。ケゾンシティにあるミュージアム、アートインアイランドにやってきました。こういうなんか 3D トリックアートっていうやつですね。イルジョンアート系の美術館になっております。なんかね、こっちで今中に入ってきたんですけど、ミュージアムの中は靴は禁止で必ず靴下を履いてきてください。靴奪われましたね。ナンバーをこうやってもらうので帰るときに靴は返してもらいます。ランダムカード。これ何？うわっ！きれい！見てて分かる通りにポーズどうすればいいのかなって分かんない方はここに参考写真があります。これを見ながらね、真似してみてください。難しいな。これさ、体力的にすごいなんかしんどいんだけど。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、ではお顔からね。何やってんだろうね。何やってんだろうね。ここはね、やっぱせっかく来るなら綺麗なカメ、綺麗な写真撮れるようなカメラがないと。チャプリンさん、いかがですか？そうですか、はい、ほら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 、隠さないとね。という感じ。似てる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 。いやー、すごい。アダムとイブのガーデン。何これ。ね、2時からのライトショーが始まるみたいなので、こちらのライトショーを見に行きたいと思います。お、真っ暗。あ、これあれじゃない、水晶の最初の話。そうや。
ず上に行ってからまた日和川の方もの見ていきたいと思います。2階はねこんな感じ、すごいベニスみたいな、ベニスがあります。なんかなんだろう、パリをイメージしたのかな。手で回してお土産屋さんがあるんだね、もともとここ。今やってないんですけど、なんか良さそうじゃない？このクマ、ダメ？このクマ。大きい椅子？ゾウさんに見られてるピエちゃんの絵。揺れてスパイダーマンはちょっとよくわからないね、あいつは。これはよくわかんない。声はいらないんだけど。顔こういうこと？こういうこと？どうしたらいいの？でっかい。あ、ほんまや。ほんとだ。細いというか落ちそうというか。何でもかんでものすぐ乗ろうとする。何やねんこれ。なんかさ、このミュージアムコンプライアンス問題多くない？ディズニーに怒られるんじゃないか。これオラフだよね、どう見たって。これもコンプライアンス問題や。なんかサーフィンと勘違いしてない？え？ It's glowing in the dark。 へぇー。ほんとだ。びっくりした。お？わぁ。へぇー。お？綺麗。綺麗。I know。 ライスタイルス。カラフルな家がなんかバギオにはあるんですけど、有名な観光スポットでこんな感じになっております。怖いわ。マラサがね、さよなら、お別れの挨拶。あの出口はこの2階から通って靴を取りに行きます。バイバイ。結構いい声。ね。レストランさ、韓国のお店ですね。飲み物がある。ライトショーがねすごく良かったです。なのであの来た際はあの受付でね何時にライトショー見れるかっていうのを聞いた方がいいかなと思います。ミュージアムに来る際は1人っていうよりも、まあ、最低2人グループで来た方が一番楽しいかな。写真が好きな方、そしてインスタ映えしたい方、ぜひ来てみてください。それでは次の動画までいただき、バイバイ。
ナビマニチャンネルはフィリピンのトレンドを伝えるフリーペーパーナビマニラの公式チャンネルです。詳しくは概要欄までチェックしてみてください。この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画までキーターキーズ、バイバイ。